来てくれましたですね。You're my teacher? I mean, あなたが私の先生ですか？ You're not? Oh, 冗談ですか？ No.私はアリセンと言います。先生は？OK。聞いていると思いますが、テストで get a good score じゃないと、私、アメリカに帰らなきゃ。日本語と日本文化のテストですので、先生が頼りです。私を助けてください。今日はここまでです。明日からよろしくお願いします。
先生。今日から先生のレッスン受けますから、助け頼りにします。ブレイクタイムですね。先生、どうしましたか？私、アメリカにいてもジャパニーズフード好きでした。でも日本で食べるのもっと美味しい。来てよかったです。先生はいい先生ですね。レッスン楽しかったです。私まだ日本のこと知りたいから、まだここにいたい。帰りたくない。レッスンは日曜日までだから短いけど大丈夫、楽しみましょう。本社の鵜飼です。ちょっと変わった依頼が来るかもしれないので、その相談です。何でも最近のパソコンやスマホ、それに一般常識を教えるレッスンをしてもらいたいという話があるんです。ちょっと私もよく分かってないんですけど、なんだか教える相手は大きなお屋敷に住んでいるようなお嬢様らしいので、いわゆる箱入り娘の子なのかもしれませんね。何か分かりましたらまた連絡します。お時間ある時にまたご相談させてくださいね。それでは。
はい、先生。今日のレッスンは何ですか？休憩ですね。先生、どうしましたか？私、ずっと来たかった。だから、今は毎日楽しいです。先生、ここなんですけど、なんて意味？ああ、なるほど。ここもわからない。なるほど。そういうことですね。ありがとうございます、先生。先生、今日も楽しかったです。明日も来てくださいね。バイ。Japanese shrine. Oh. 本物初めて見ました。ここでレッスン。Very, very. すごく楽しみです。頑張ります。
それでは、ちょっと休憩ですね。それでは、先生、休憩は終わりましょう。今日は、とても、とても、楽しかったです。明日も楽しみ。今日のレッスンはとてもユニークですね。私、トライしてみます。ですね。
先生、どうしましたか？私、アメリカではペンシルベニアに住んでます。自然が多くていいとこです。先生が来たら案内します。日本の和船、私の知らないことばかり。先生、私、もっといろんなレッスンやってみたいですね。楽しみにしてていいですか？先生、おはようございます。では、今日も一日、頑張りましょう。ブレイクタイムですね。先生、どうしましたか？ありがとうございます、先生。この庭の花がきれいで、面倒お世話するのも楽しいです。先生、今日もありがとうございました。明日も同じ時間に待ってます。
さんへのレッスンうまくいってますか？大きなトラブルとかはないと聞いてますけど。おほら、報告書で問題なしって書いてあっても、実はよくよく話を聞いてみるとなんてことあるじゃないですか。世の中、電話してみないとわからないみたいな。すいません、今日のラッキーアイテムが電話だったので、つい先生に電話してしまいました。でもラッキーアイテムだけを気にして電話したわけじゃないですから。先生を心配して。心配はしてますが、完全にその場の勢いで電話しました。今度は普通に電話します。それでは失礼します。Good morning です、先生。今日もレッスン楽しみ。それでは、ちょっと休憩ですね。休憩は終わりですね。それでは、ちょっと待っててください。お待たせしました。歌を歌います。聞いてほしいです。先生は準備 OK?We miss our own face in the sea of that life and mess. No praise or blame, yet we're sometimes trapped in a daze. With countless blisters, walking on uneven floor.
we got to go through before the despair shuts the door. I sing my song, my everlasting notes. When I feel that I'm lost, I just keep my eyes closed. Blown by the breeze, I find I'm on my feet. Here I am to live my time. Here I am to forge my life. Sensei.聞いてくれてありがとうございます。はい、この曲先生に聞いてほしかったんです。では帰りましょうか。今日もレッスンありがとうございました。それでは帰りましょうか。はい、先生。今日のレッスンは何ですか？ですね。
先生、どうしましたか？ここ、my friends、友達の家族の家です。だから今は my friends family と住んでます。もう日曜日も終わってしまいますね。先生、私、明日のエグザム、テスト、頑張ってきます。応援しててくださいね。本社の鵜飼です。アリソンさんの結果が分かりましたのでお伝えします。すごくいい結果でした。想像された以上に日本に詳しくなられていたのでエージェントさんもびっくりしていましたよ。それでは先生、この結果をアリソンさんに伝えに行ってあげてください。よろしくお願いしますね。先生、お待たせしました。テストの結果が分かったんですよね。どうでしたか？嬉しいです。音楽以外で自信を持てたの初めてだから。先生、私頑張れましたか？私はいつかステージに戻ります。だからそれまでだけど、これからも夏が終わっても私は先生のレッスンが受けたいです。Really?Please teach me everything that I don't know. もしもし、鵜飼です。
まずはアリソンさんへのレッスン、本当にありがとうございました。まさかこんなにいい結果になるとは思っていませんでした。エージェントさんとしても想定外の成果だったようで、すごく喜んでいましたよ。アリソンさん、望みが叶って本当に良かったですね。先生も相当準備を重ねて頑張ってレッスンを続けていただいたんですよね。お疲れ様でした。今回の先生の頑張りはちょっとや外で真似できることじゃないです。本当の本当にすごいです。これも先生がアリソンさんに深い愛情を注いだ結果ですね。私も先生のサポートができて本当に光栄です。これからも先生が愛情いっぱいの家庭教師を務められるよう、私も精一杯お手伝いさせていただきますね。それでは今回はこの辺で。先生、本当に